キンプリ二人体制発のパフォにネット&、連回らしさ満点のステージ、覚悟とか決意が感じられる。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングドッスの長瀬連24と高橋海人24、ガイツ化放送の TBSK、CDDV ライブイライブ。 月曜5700に出演。5月22日に平野市要26、岸裕太27、神宮寺裕太25が脱退し、二人体制となって初のテレビ出演し、最新曲、何者、と名もなきエキストラのスペシャルメドレーを披露した。 二発目なのでなるべく豪華に行きたいという高橋の要望に応えてキャノンやルービングライトフラッシュなどを使用した豪華 SP メドレーを披露。二人は笑顔を絶やさず楽しそうに歌唱している姿をファンへ届けた。 このパフォーマンスにネットでは、連回らしさ満点のステージだった。すんっつっつっつつ、ごく安心しました。なんか三人いなくても、ちゃんと二人でキンプリしててすごいなって思ったし、ついていこうって再確認した。二人になったキンプリ見ていて、なんだか頑張れって応援したくなるよ。楽しそうで安心した。二人の覚悟とか決意が感じられるステージだった。 これからも安心してキンプリを応援できる。でもやっぱり寂しいな。といった声が上がった。昨年11月に騎士と平野と神宮寺は5月22日付でグループを脱退することが発表された。平野と神宮寺は同時にジャニーズ事務所を退所した。騎士は9月30日に同事務所を退所する。 デビュー5周年の同23日に長瀬と高橋の二人体制として新たなスタートを切った。二人体制金プリ発の音楽番組出演、新曲披露、長瀬、いい曲やって自信持って言える。人気グループ GNG&OPS がいつか CDDV ライブ、ライブに生出演。5月23日に長瀬連24。 と高橋海人24のメンバー2人体制となって以降、初めての音楽番組出演となった。高橋は緊張気味、長瀬はワクワクしてます。と対照的に心境を語り、21日リリースの新曲、何者、とカップリング曲、名もなきエキストラの2曲をメドレーで披露。長瀬は、 この曲2曲も心を込めていい曲やって自信を持って言える。見てくださった方々の背中を押せるパフォーマンスができれば、と話していた。グループは5月22日に平野市要26、岸優太27、神宮寺優太25が脱退した。金プリ5人の歌唱映像を CDDV で放送、ちゃんと使ってくれてた。 感感謝の声。キング・アンド・クスが5日の音楽番組、C、D、D、V、ライブ、ライブ、TBS 系列に出演。その中で5人が歌う、シンデレラガールの映像が流れ、ネットでは感激の声が上がった。長瀬角。 高橋山の二人体制となって初めての音楽番組となったが、その番組の中では5月の番組月間オリジナルランキングで16位に金プリのシンデレラガールがランクインし、5人が歌う映像が流れた。金プリは5月22日をもって平野志を、岸優太、神宮寺優太の3人が脱退。 その翌日からは、長瀬と高橋で活動をスタートさせていたため、5人の映像が流れたことに、ネットでは、やばいキンプリ5人のシンデレラガールに泣ける、ありがとう、ちゃんと5人使ってくれてた、シンデレラガールの映像を流してくれてありがとうございます。と番組へ感謝する声が上がっていた。東スポウェブ。 平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。